須ノマ町は、かつて、岐阜県安八郡にあった町である。a 六0年の織田信長による身の攻めの際、家臣であった木下東吉郎が人世にして城を築いたという故事、須ノマ一世城で知られる。2006年3月27日に、養老郡上石津町と共に、大垣市に編入された。編入後は、大垣市の地域自治区、須ノマ町地域自治区となっている。 編入先の大垣市とは隣接していないため、同市の飛び地となった。なお、同時に編入された上石津町も飛び地となった。2006年3月1日に、これまで日本一面積の小さい市町村であった高知県赤岡町が合併で廃止したため、砂又町が日本一面積の小さい市町村となった。なお、砂又町は同月27日に、 大垣市に編入したため一番だった期間は26日間である。代わって富山県船橋村が日本一面積の小さい市町村となった。町内を鉄道路線は通っていない。最寄り駅は JR 東海東海道線保積駅などだが大垣駅も近い。計画路線証は初期から1960年代まで町内の国道21号を経由して 大垣と岐阜や橋間とを結ぶ鉄道計画が存在していた。養老鉄道養老線岐阜延伸計画を参照。町内に高速道路や一般国道はなかった。主要地方道一般県道、岐園公園入り口。ありがとうございます。